ギリギリまで頑張ってくれてありがとう。体に気をつけて元気な赤ちゃんをね。ありがとうございます。お世話になりました。お疲れ様でした。すごいよなあの子。アラサーでいきなりハイスペックの旦那ゲットして、新築マンションも買って、早めに子供欲しいって言ってたのもトントン拍子で叶えちゃって、つーかそもそも普通に可愛くて性格も良くて、そして何よりそれを素直に喜べない自分がキッツ。これ寄せ書きです。余計へこむわ。仕事帰りのカフェ。ねえちょっと白川さん、この際正直に言ってくれ。あんただって少しは恵まれてる人間が羨ましいって思う時あるでしょ。あるよね。あるだろう。あると言ってくれ。自分が嫌になりそう。え、そりゃあ世の中には自分より恵まれてる人ってたくさんいるけど、幸せも価値観も人それぞれだし、私は私。はい、出たよ綺麗事。いくら私は私っつったってさ、どう頑張っても叶わない人種ってのは現実問題いるでしょうが。確かに誰だって生きてればそういう比較モードでへこんじゃう時もありますよね。誰が悪いわけでもなく。あ、じゃあこうやって出せるのはどうですか。忍法の一つで、忍法自我消滅。は？私というフィルターを通して誰かを見るとついつい自分と比べちゃったりして苦しくなるから、透明人間になったつもりで誰でもない視点でその人だけを見るんです。この人いいことあったんだ、よかったな、お金持ちが経済回すのはいいことだなみたいな。っていうか昔は私だって梅本さんのこといいなって思ってましたよ、新入社員の頃から。は？なんで？梅本さんはこの会社にいないと困る代わりの効かない存在だけど、私はそんな風になれないかもって比べちゃってましたもん。でもね、梅本さんだけを見てみたらたっくさん勉強になったし、もともとできる人に見える梅本さんだって努力の積み重ねで今の梅本さんになったんだろうなって気づけたから、私も私の階段を一歩ずつ遅くてもいいから登っていこうって思えたんです。あ、こうやって私いつの間にか忍法を身につけてきたのかも。帰宅後。そうだよな、あの子だって幸せになりたいっていろいろ行動してたし、結婚してからも働きながら頑張って簿記2級取ってたもんな。税理士旦那の独立で、誰だって見えないとこで努力や苦労してんだよな。私フィルターを外してみれば、みんな幸せになってほしいとすら思えてきて、もちろん自分もより一層仕事に熱が入る梅本さん、なんだかちょっぴり自分のことが好きになれた気がするのでした。今日中にこっち片付けとくから、白川さん手空いたらこれ頼むわ。ひな形のデータは去年のがあるから。この勢い新人時代を思い出す。昼休み。すごい、パーソナルジムに週2で通ってらっしゃるんですね。橋場さんだからそんなにお美しいんだ。やっぱりアンチエイジングは早いうちからですよね。私も女性専用のパーソナルジム通い始めたところで、ご存知ですよね、最近女優のちゃんがアンバサダーになったジムでご本人もいらしたんですけど、橋場さんくらいツヤピカのお肌だったら私もすっぴんのまま行き来するんだけどな。あ、これでも少しはマシになった方なんですけど、インフルエンサーのちゃん行きつけの隠れ家フェイシャルサロン特別に紹介してもらっちゃって、あ、これ内緒でお願いしますね。でもまだまだこの程度じゃ年相応ですよね。シミも小じわも出てきたし。そんなことないわよって言ってあげても別にいいけど、
それで私に何かリターンってあるのかしら。ギブアンドテイクよね、世の中。橋場さん、もう言葉が強いですって今のは。しかも笑顔で。私は慣れましたけど、他部署の人ですよ。わあら、盗み聞き。謙遜してる時間とエネルギーを美容に費やした方が建設的よ。かっこいい橋場さん。そうやってはっきり言えちゃうところもお姉様って感じ。花岡さん、コミュ力高い。仕事帰り。お疲れ様でした。お疲れ様。橋場さん行きつけのサロン予約2ヶ月待ちだって。あのお昼びっくりしちゃいましたよね。橋場さんも悪い人じゃないんですけど、あれはですね、あなたはとっても魅力的なんだから自信持ってっていうエールですから、橋場さんなりの。え、何を勝手に。ありがとう。白川さん超いい子。ねえ白川さん、写真撮ろ、写真。ピース。こっちこっち。背景白い壁の方が映えるから。ねえねえ、そのレースのブラウス、丸々の限定カラーだよね。新宿店オープン記念で出てたやつ。モデルの丸々ちゃんがオープンセレモニーで着てて即完売したんでしょ。私買えなくてさ。違うかも。これだいぶ前にセミオーダーで買ったから、行きつけのセレクトショップで好きなレースを選んで。似たようなの先取りしちゃう白川さん、さすが。ねえねえ、白川さん SNS どれやってる？交換しよう。本名で検索しても出てこなかったから。あ、私たまに見る専門なので全然日常とかはアップしてなくて。っていうか私アナログで仕事のメモとか美容系もついついノートに。すごい。見せてもらってもいい？どんなの？超かわいい。切り抜きとかマステとか。白川さん字も綺麗。私も学生時代プリチョー作りに命かけてたな。毎週のように友達と撮りに行ってさ。スマホアプリみたいに漏れないからさ、写り悪いとこはスタンプで隠したりして。懐かしい。楽しそう。手紙に入れてプリクラ交換したりするんですよね。花岡さん、おしゃれで情報早くて昔から女友達多かったんだろうな。あの橋場さんにも負けないし。好きなものや愛しいものはオフラインもオンラインも超えて宝物になる。そうか、さっきの写真撮影はプリクラ代わりだったのか。花岡さんからおすすめしてもらったフェイスパック、私も試してみよう。情報や流行も人それぞれ、心の速度に合わせて行けばよし。花岡さんにこっそり見せたノートを褒めてもらえたのも嬉しくて、オリジナルのハッピーアンテナをますます大切に磨くことにした白川さんなのでした。あら、あの子私が教えたサロンで2万いいね稼ぎよって。職場の完璧美人 H 先輩情報。まあ悪い気しないけど。なぜ花岡さんのアカウントを。ボイスコミックでは見られないお話もたっぷり収録。コミックス、メンタル強め美女白川さん、好評発売中。